どうも、仙台ビーメンバーのキーです。今回2月の動き方ということで、1月の動き方に続いて内定者に聞く第2弾ということで、今回も池田さんに来ていただきました。はい、明治大学4年の池田智也です。今回もよろしくお願いします。担当直入に聞いちゃうんですけど、はい、2月は就活生何をすればいいですか？もう2月はやること一つで、合備訪問絶対にやった方がいいと思います。その理由は？理由としては選考が近くなるので、志望動機に書きやすくなったりとか、頼る企業のギャップとかなくすためには合備訪問って必須だなと思うので、絶対やった方がいいですね。結構説明会とかで会社概要を聞いたり、どういう人多いですかみたいな質問をすることで雰囲気とかつかめるんじゃないかなとかって思ってるんですけど、そういう説明会と OB 訪問の違いはあったりしますか？めちゃくちゃいい質問ですねでも説明会と OB 訪問の違いは、説明会っていうのは全体の授業とか、ざっくりこんな制度がありますっていうような紹介が多いかなっていうふうに思うんですけど、OB 訪問だとなんかリアルに、まあ、年収とか実際の業務1日何してるとか、会社の中その人が思ういいところとか課題とか具体的な話とかを聞けるのは OB 訪問ならではかなって思います。より個人にフォーカスした話を聞けるということで、そうですね。いや、年収聞けることってあるんですか？教えてもらったことあります実際入って、あ、こんな少なかったんだとかあったら嫌だなっていうのがあったんで、聞き方は大事ですけど、そうですね、聞けましたね。ギャップをなくすという意味では大事ですね、めちゃくちゃ大事です。 OB 訪問が大事っていうのはよく聞く話であるんですけど、はい、その具体的にどうしたらいいかっていうのが全く分からなくて、まずは何をすればいいですか？まずは実際に OB を見つけるところを始めた方がいいかなと思って、で行きたい企業がある人は会社とかで見つければいいと思うんですけど、行きたい会社がなくてもとりあえず先輩とかに就活の話聞くっていうのは大事かなと思います。サークルとか体育会に入ってる人だったら先輩も見つけやすいと思うんですけど、そういう団体に所属してない人だと結構難しいのかなって思っちゃって、そういう場合はどうしたらいいですか？はい、で私がやってたのは3つ方法があって、1個は留学とかしてたんで、はい、留学とかそのバイトの先輩とかっていう、なんか学生時代のつてがある先輩とりあえずメールを送りまくる、連絡して LINE するとかっていうのをやってたりとか、はい、2つ目にアプリを使うっていうところで、はい、ビズリーチキャンパスであったりとか、はい、あと抹茶っていうようなアプリとかで、まあ、気になる企業とかの先輩聞いたりっていうのと、あと最後に大学のキャリアセンターとか行って、名簿見せてもらってひたすらメール送るみたいなことをやってたんで、直接先輩とかがいない人でもアプリとかだったり大学のキャリアセンターを活用して見つけられるということで、大事なのは人数じゃないんですけど、アプリによっては、あ、〇〇さんと〇〇さんがお話聞いてましたよねとかって言われることがあったので、記録に残るかもしれないっていうところも含めてやった方がいいなっていうのも。OB 訪問って企業の選考の一環ではないんですか？そうですね、なんかその実際企業からじゃあ会ってくださいみたいなところだと、面談というなら面接みたいな感じで選考の一環かもしれないんですけど私の場合は自分からなんかいろいろ送ったりとかしてたんで、あんまり選考の要素もなかった気がします。でもとにかくお話を聞いて、自分の企業に対する理解を深めるという意味で活用してらしたということですね、はい、そうですね。先輩を見つけた後の流れについてお伺いしたいんですけど、じゃ何をすればいいですか？そしたらキャリアセンターとかだと、メールアドレスでメールを送った方がいいかなと思ってて、どうやって送ればいいか分かんないなっていう風になると思うので、実際なんか自分が送ってたのを下に載せるのでよかったら見てほしい。本当にありがたいですそれ。いやいや、メールするのは実際一番最初お願いするときと、まあ、前日と、あと最後に、まあ、お礼のメールというか、その日に送るって実際にこんな感じでお願いするときは、なんでお話聞こうと思ったのかみたいなところも書くとより多分聞いてくれやすいんだろうなっていうところとか、日程とかを自分で3から5ぐらい送ってお願いしますって感じで送るって結構大事でしたね。すごいありがたいですね。これも
就活生の皆さん、真似していいですか？いや、もう真似して送ってほしいですね。いや、ありがとうございます。同意訪問とかしたことありますか？サークルの先輩に1回だけしました、はいはい、だけど、そのサークルの先輩だった分、うん、メールみたいな硬い文章じゃないので、とても参考になります。まだやったことがないですね、そういう顔見知りではない先輩に対しては訪問したことがないので、ぜひ活用させていただきます。会ったことない人と話すと、うん、結構面接の練習みたいな形になるっていうのもあったので、面接練習プラス志望度を高めるというか、企業の情報を得るために OB 訪問大事だと思います。確かに本選考前にすごくいい練習にもなって、かつ志望動機も固められて、うん、でこのメールを真似すればすぐ始められますね。はい、そうですね。こんな感じで帰ってきたら、事前にやってほしいことがあって、うんうん、聞きたい内容とか自分で絶対 Zoom を作って送るとかっていうのを結構すると、逆に結構 OB 訪問されることが今多いんですけど、うんうんうん、やっぱりありがたいなって思いますね。やっぱり聞きたい質問だったり、 Zoom のリンク作ってくれたり、そういう小さい気遣いが大事なんですね、うん、それでなんか落ちるとかはないと思うんですけど、まあ、自分のために、相手のためにも質問の内容と Zoom っていうのは必ず前日にお願いしますって言った形で送ってました。皆さんもこの文章を参考にして前日にも送ってみてください、はい。OB さんを見つけて前日にメールを送るまで見てきたんですけど、じゃあ当日になりました、はい、何を質問すればいいですか？質問した方がいいな。企業研究のために OB 訪問をしてました。その業務の中で必要な力とか、スキルって何ですかっていうのをよく質問してました。じゃあもう活用すべきですね。